害です。お疲れ様です。朝日新聞の広告妨害です。朝日新聞の広告妨害です。お疲れ様です。朝日新聞の広告妨害です。本日はドコモスマートフォンラウンジ名古屋オープニングセレモニーにご出席くださいまして誠にありがとうございます。このスマートフォンラウンジ名古屋から情報をたくさん発信して栄の皆様、栄地区を盛り上げてまいりたいと思います。素敵なゲストが駆けつけてくださいました。ご紹介いたしましょう。ドコモの D ヒッツの CM でもおなじみ、映画ドラマでも大活躍でございます、松坂桃李さんです。ありがとうございます。お祝いの言葉も頂戴いたしました。例えば待ち合わせとかするときに10分から15分ぐらい前に必ずなんか心配性なんでその待ち合わせ場所に行っちゃうんですよ。なんかその早く着いちゃってもこうやっていろんな楽しめるコンテンツとかあるんで。いいこと言ってくださいました。今後もドコモの同じキャラクターとしてドコモさんと一緒に前に進んでいきたいと思っております。どうぞ。皆さんのお顔もドコモだけになって登場しておりますね。